トロイ・ユージン・パーシュバルは MLB の元プロ野球選手。ポジションは投手。アメリカ合衆国カリフォルニア州フォンタナ出身。現役時代は主にアナハイムエンゼルスなどでクローザーとして活躍、通算358セーブを挙げた。1990年の MLB ドラフトでカリフォルニアエンゼルスから6巡目に指名を受け入団。入団当初は強肩の捕手だったが、メジャー1年目 A 級での打率は203だった。ボブ・クリアーとフランク・リーバーガーの2人の巡回コーチから捕手としてプレーを続けて君のキャリアを無駄にする必要はない。君にはすごい強肩があるじゃないか。ピッチャーとしてやってみないか。と投手転向を勧められた。捕手に愛着があったがパーシバルは投手に転向し、1991年に A 級でリーグ最多の12セーブを記録するなどリリーフとして徐々に実績を積み重ねる。1995年にはメジャーの開幕ロースター入りを果たし、4月26日にメジャーデビューする。この年はリー・スミスへのセットアップ役として62試合に登板し、3勝、3セーブ、防御率 1.95、奪三振率 11.43 という活躍で、新人王投票では4位となった。故障のリー・スミスに代わり1996年は開幕からクローザーに就任。オールスターゲームにも初出場を果たして36セーブを挙げる。1997年は右肩の故障で1ヶ月半故障者リスト入りしたため27セーブに終わったが、翌1998年には自己最多で球団歴代2位となる42セーブを記録。2002年は4勝1敗40セーブ、防御率 1.92 を記録し、チームはワイルドカードでポストシーズンに進出する。ポストシーズンでは9月18日にデビューしたばかりの新人で大ブレイクしたフランシスコ・ロドリゲスの後を受け、9試合に登板し、失敗なしの7セーブを記録。球団史上初の世界一の瞬間にはマウンド上で雄たけびを上げた。2004年も33セーブを記録し地区優勝に貢献したが、同年オフにはフリーエージェントとなる。エンゼルスに在籍していた10年間では、1998年から7年連続30セーブ以上を記録、また通算316セーブは球団記録である。オフには日本球界からも読売ジャイアンツが獲得に乗り出し、メディカルチェックまで済ませていたが、デトロイトタイガースに入団。パーシバル獲得に失敗した巨人は、ダン・ミセリと契約した。2005年は開幕から故障に悩まされ、5月9日、腕屈筋裂傷で故障者リスト入りする。6月4日に一旦復帰したものの、7月9日、再び故障者リスト入りして、シーズンを終えた。2006年は、右前腕の故障が癒えずシーズンを通して、故障者リストで過ごした。引退を決意した2007年は、エンゼルスの巡回投手コーチに就任し、傘下のマイナーチームで指導をすることとなった。4月2日には1日だけエンゼルスとマイナー契約を結び、アナハイムでの開幕戦で、エンゼルスの選手として引退式を行った。ところが、子供の野球の練習を手伝っていた際に、腕の痛みが消えていることに気づき、母校カリフォルニア大学で練習を始める。5月18日には現役復帰を目指すと発表し、チームにコーチ契約の解除を申し出た。実に早い引退撤回であった。数チームが注目する中、6月8日にカージナルスとマイナー契約を結び、6月28日には約2年ぶりにメジャー復帰、主に中継ぎとして34試合に登板し、防御率 1.80 という好成績を残した。シーズン終了後の11月2日は FA となり、ミルウォーキーブルワーズ、ニューヨークヤンキース、タイガースも興味を示していたが、11月29日にエンゼルス時代のベンチコーチであるジョー・マドンが監督を務めるタンパベイレイズと2年総額800万ドルで契約した。レイズではリリーフ投手としてだけではなく、若い投手陣のリーダーとしての役割も期待されていた。2008年は、チーム最多の28セーブを記録し、レイズのプレーオフ進出に貢献した。レイズはディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズを勝ち抜いて、ワールドシリーズに進出したが、パーシバルはシーズン後半に悩まされた背中の故障のため、メンバーから外れており、プレーオフには出場できなかった。12月に背中の手術を受けた。2012年4月6日2009年は、肩の炎症のため5月23日に故障者リストに入り、その後復帰することはなかった。8月11日に引退を表明した。現役引退後、2012年には母校である、モレノバレー高校の野球部のコーチを務めた。エンゼルス時代にチームメイトであった、長谷川重利とは1997年の入団会見以来の中で、長谷川にとっては、メジャーリーグにおける師匠のような存在であるという。全盛期は浮き上がるような軌道を描く最速102マイルパーアーのフォーシームファストボールを武器とし、カーブとチェンジアップを交えていた。ありがとうございます。